ロムロベ大クールベネズエラ大統領と、ジョン・エフ・ケネディアメリカ合衆国大統領進歩のための同盟は、アメリカ合衆国とラテンアメリカとの経済、協力関係充立と、キューバ革命に橋を発する域内の共産化の阻止を目的として、ジョン・エフ・ケネディアメリカ合衆国大統領が1961年に提唱、1973年に事実上破綻した同盟。 プエルトリコ知事のルイス・ムニョーセ・マリンは、ラテンアメリカ問題について、ケネリへ密に助言していたことから、同計画の調整役を命じられている。合衆国政府は、ドワイト・アイゼンハワー大統領在任中の1950年代より、ラテンアメリカに対する、経済的、軍事的支配を強化する政策を推進していた。1961年1月20日、アイゼンハワーに、 代わって大統領に就任したケネディは、アイゼンハワーの政策を継承し、同年春、ラテンアメリカに対する十カ年計画を次のような、高尚な言葉を使って提案した。計画は1961年8月、ウルグアイのプンタデルエステで開かれた会合にて調印。宣言で掲げられた取り組みは以下の通りである。まず、ラテンアメリカ諸国が10年間で800億ドルの、 資本を投資することを求め、合衆国が200億ドルを提供、保障することに同意。その後ラテンアメリカ側は参加国に国内の包括的な開発計画を作成することを求めた。これらの計画は専門家による諮問委員会が提出することとなる。税制改革については富裕層からより多く取るよう変更された。計画により、 ラテンアメリカへの経済支援額が1960年会計年度と1961年会計年度の間に3倍近く増加。合衆国は1962年から1967年にかけてラテンアメリカに対し毎年14億ドルを提供することとなる。支援の総額自体は約223億ドルに上ったが、新たな投資を含めると、 このままいとし33億ドルにまで跳ね上がった。しかしながら、ラテンアメリカ諸国が、未だ合衆国や、他の先進国へ借金を返済しなければならなかった。ため、支援がすべて所得の移転や開発に充てられたわけでは、ない。加えて利益がしばしば新たな投資を上回りながらも、投資からの利益は合衆国へ還流するのが、常であった。こうして九百六十年代末に入ると、 ラテンアメリカへの経済支援が激減し、中んずく、リチャード・ニクソン政権期にその傾向が顕著となる。ウィリアム・ティ・デンザー・ベイ州機構合衆国大使は1969年3月、アメリカ合衆国海外公委員会の席上、次のように述べている。資本の流れやその経済効果のほか、 返済すべき借款がすべて合衆国によるラテンアメリカへの支援に充てられるのを見ると結局はラテンアメリカへあまり多くの資金が投入されなかったのがわかる当然のことながら CIA を使った隠密の資金注入も行われた左派政権の成立を阻止するために他国の選挙に干渉するための資金であるとりわけ1964年のチリ大統領選挙においては 社会党のサルバドル・アジェンデ候補の当選を阻止するため、企業に優しいエドゥアルド・フレイ候補の選挙資金の半分をケネディ及び、ジョンソン政権が拒出した。同盟の検証には、合衆国の政策担当者が、ラテンアメリカの政府に、当該地域へ海外投資を促すことを求める情報を含んでいた。そのため合衆国の産業界は、 連邦議会に1961年海外支援法の修正と合衆国が同国への製品輸出を支出の20%まで制限することを認めなければ合衆国の支援を同国の企業と競合し得るいかなる外国企業にも与えないことを確約させるようロビー活動を行っている加えて産業界は連邦議会に対し 支援物資をすべて合衆国で購入するよう圧力をかけた。1967年の研究によると支援物資に対する全支出のうち90%が合衆国の企業に支払われたという。イヴァン・イリーチは厳しく批判しており、先進国や財団法人、宗教団体が資金提供や組織化を行ったとみている。また、ジャーナリストの AJ ラングースも多くのブラジルの 民族派がアメリカの企業が投資額よりも多くの金を国内から巻き上げているため、ブラジルによるアメリカへの支援に当たるとして軽蔑していると発言。なお、ブラジルは同盟の期間中に台北赤字を記録していたが、赤字の規模は開発、軍事支援の前でさえアメリカがブラジルへ提供した補助金や貸付金をはるかに下回っている。そればかりか同盟の期間中。 全体としては大幅な黒字を記録したという。後に、チリ大統領に就任することになるサルバドルアジェンでは1967年、進歩のための同盟は、米国支配の暴略に他ならないとして、次のように批判した。参加各国は、借金が増えるばかりで、ラテンアメリカの至るところに独裁者が現れている。その原因は、進歩のための同盟にあると。 ケネディ政権期の1961年から2003年にかけて合衆国はアルゼンチン、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、ホンジュラス、ペリューなど独裁性を敷いていた複数の国との経済、内しは外交関係を凍結。しかしこの凍結は3週間から半年間とほんの一時的なものに止まっている。とりわけケネディによる大軍部支援は 当時勢力を増しつつあった左派を抑え込むために提供されたため、米国とつながりの強い変質強的軍人が生まれ、ケネディ政権時代には6の民主主義政権が軍によって倒された。進歩のための同盟は失敗であったとの認識から、ニクソン大統領は就任直後の1969年2月17日、ラテンアメリカの状況を研究するため委員会を設置。 ニクソンは最も強力なライバルである、ネルソン・ロックフェラー・ニューヨーク州知事を座長に任命することとなる。両者の確執はニクソンが研究結果に興味を持っていないということを示唆するものであり、事実1960年代末から1970年代初頭にかけては当該地域に対する興味が乏しいものであった。ロックフェラーとその助言者は1969年初、 ラテンアメリカへ4度赴いている。滞在のほとんどは、このマシからざるものであったようで、ロックフェラーは報告書の抜群において、次のように述べている。全般的に、生活水準のより急速な改善を達成し、損ねたことに対する不満が根強い。進歩のための同盟は、期待が高かっただけに、合衆国が非難を浴びている。当該諸国の人々は、我々の訪問を、 自国の政府が要望を満たせなかったことに対する不満を表明する機会と捉え、不満に対するデモンストレーションが合衆国の弱体化を模索する反米、反政府勢力により行われ、拡大の一途をたどっている。またその過程で自国の政府に対しても行われているのは言うまでもない。ロックフェラー報告の大部分は合衆国が関与しなくなったことに当てられており、合衆国にいる 我々は他国の内政に影響を与えることはできないとしている。合衆国は他国の政治風土を変えなかった以上、政治的手段として経済支援を利用しようとする理由がなかったというのである。これはラテンアメリカへの経済支援を削減するための方便に他ならず、ロックフェラー報告は支援をいくばくかでも続行するよう求めた一方で、 より効果的な支援計画を策定することを進めた。1960年代のラテンアメリカにおける資本あたりの成長率は2.6%となり、進歩のための同盟の目標である2.5%を一応は上回った。1950年代における資本あたりの成長率が2.2%に止まったのとは対照的に 当該地域の資本あたりの GDP 成長率が1960年代後半に2.9%近くとなり、1970年代には3.3%にまで加速。ブラジルやメキシコを含む9カ国全体では目標値を達成し、10カ国は目標値に届かず、配置のみが低成長を余儀なくされている。成人の非識字率に関しては、 完全になくなってはいないものの減っている。一部の国では大学進学者数が2倍か3倍にさえなった。中等教育への機会も増加。就学年齢に達した児童の4人に1人に給食が支給されている。学校や教科書、住居を与えられた人は多い。長期間にわたる改革の端緒を開いたのはこの時期のことであり、土地利用や分配における改善のほか、 税制、行政改革、米州機構に対して詳細な開発計画を提出したり、中央計画局の創設や住宅、教育の提供が代々的に行えるようになった。ただし、ラテンアメリカにおける1500万にも上る小作人世帯のうち、何らかの形で土地改革の恩恵をこむったのは100万世帯に過ぎない。最低賃金法が制定されたものの、 例えばニカラグアの労働者に対する最低賃金は、受け取る賃金に対する効果が指してないほど、低く設定されていた。1960年代のラテンアメリカにおいては、合法的に成立した13もの政府が、軍事独裁政権にとって変わられてしまう。ピーター・スミスのような一部作家によると、これこそ進歩のための同盟の失敗であった。スミスは、 進歩のための同盟の最も衝撃的な失敗は政治分野で起こっている。1960年代は改良主義的な文民統制を促したり強化したりするのではなくて多数の軍事クエデターを生み出している。独裁者は1968年までに複数の国を支配するに至った。としている。経済成長自体は着実ではあるが限定的であったため。 1970年代初頭までには失敗とされるのが一般的となる。失敗とされるのは以下の三つの理由である。かくして、米州機構は1973年に計画を実行するべく立ち上げられた高級的な委員会を解散するに至った。ありがとうございます。